やってよって飛ぶの。俺マジで1位になりたいと思って。うん。俺のダンスは50個以上の価値があるね。うん。サビだけを踊れ。いきなり忙しいじゃん、踊り始めたら。やめてよ。サビくるくるっていうリスナーの期待を踊らせてよ、胸をね。もうすぐサビだ。戻ったら飛ぶかもよ。やってみっか。じゃあ写真あやとに僕センキュー。腹減ったわ。その前に不足分掘れ。ああ、ありがとうございます。でも本当に申し訳ない。やっぱ一発50発なんで、ちょっと寝てないから、ちょっとムカつくこと言ってるの分かってるけど、合わせ技は2人のリスナーでの合わせ技はちょっとなくて、1人で50発っていうつもりで行った。それはちょっと申し訳ない。ムカつくのは分かる。でも今日ちょっとそういう気分。申し訳ない。ぶれない、ぶれない、揺るがないで行きたい。バーカごめんなさい。うん、ダメだよ。絶対ダメ。さすがにムカつく。嫌いになっちゃう。俺のこと嫌いになっちゃうレベルならもうやる。あ、ほら来た。これなんだよ。久しぶり。こうやってがっつりこじってる時代ってあって、2年前かな。2年前めちゃくちゃこじってて、リスナーさん大変だったね。ちょっとそれやってみる。2年前の放送スタイルで最近しないじゃん。何々したらやるよみたいな。やるじゃん、普通にやるじゃん。で昔はこうやってやってて、あのゼロシステムって呼んでたんだ、このシステムで。50個飛んだんだけど倍が出てないんだよ、ゼロシステム的にはね、っていう配信してた。それをやってみてもいい。うん、詐欺システムじゃない、あのゼロシステム、うん、っていうのがあるんだけど、まあいっか。じゃあ踊りますよ。音楽何がいい？うまいからな、ダンス。音楽、うん、元気出せや。優しいな、あれやす。ちょっとファンタスティック出してください。じゃあ飛ぶね。眉がいないからではないよね。おかしいな。前がいないからじゃないよね。関係ないよね。うん、ちょっと減らってたんだけど元気出てきた。元気出せよ。ファンタスティックは元気出るでしょ。うん、で BTS はちょっと嫌だ、はっきり言って。もうちょっと難易度が低いやつない？なんか三代目のあの曲なんだっけ。三代目の古いな、ちょっと。流星とか、流星古いわな。でラッタッタもちょっともう古いでしょ。もうちょっと新しめのやつないの？まるまるもりもり可愛すぎ。もう婦人部が喜んじゃう。フォーチュンクッキーとかもかっこいい系がいい。うん、ジャグダンスよっさのパクリだし、あの笑顔を今作れない。生き物係とかいう正統派似合わない俺、はっきり言って。うん、本当にセンスないね、リクエストも。ファンタスティック、やばい。爆投げしついたかも。女の子だわ。またついた。なんでだろう。なんで俺ってな、こう応援されると思う。俺自分で不思議でたまんないんだよ。
なんでだと思う、みんな理由を教えてほしい。リスナーが離れてもこうやって応援してくれる人が現れる、でもなんで、なんでなの。ダメ用だから投げるの。マユいる時も投げてくれんじゃん。なんで。やばい、天狗になっちゃうわ、調子乗っちゃう、マジで。何してもいいな、女殴っても飛びそう、うん、何してもいいな、俺許されちゃう、俺調子乗っちゃうよね。まあやっぱ好きなことを表現してるやつは強いんじゃない。 何もビビらず、それしかないよ、うん、違う。いや発言やばいけどそうじゃん、だって、うん、踊らないの。踊るんだけど、今踊ろうと思った時に踊らないのって、ナナちゃんのコメントがすごく今気になった。踊ってやらない、踊るのやめようかな。ナナちゃんに全ての責任押し付けようかな。この1000人ぐらいいて、みんな早く踊ってほしいっていうこの責任を、踊らないってやって責めようかな。モラハラは反対だからな。ああ、わかりました、ありがとうございます。わかりました。奈々ちゃんどうする、謝る。みんな早く踊ってほしいと思ってるんだけど、すごい気になった、踊ろうかなと思った時に、はよみたいな。奈々ちゃんどうする、怒るよリスナーが、多分奈々ちゃんに。ごめんして釣ってるよ、怒るってピッピも、ナナちゃんのせいで俺の気分を害したで、代わりに謝ってるやつ出てきちゃってるし、どんだけ迷惑かけるの、うちのリスナーに。お前が謝れば済むのに他のリスナー謝っちゃってんじゃん、マジでやばいよ。謝んないの、そこまで、ここまで迷惑かけて。マジムカつく、戻んねえかな、顔もテカってるし油で。こんな顔してテカりまくりだよ、寝れなくて、お風呂も入れなくて、涙と汗が滲んでる。ハゲてないけど、ハゲてねえよ、ハゲてんの俺。キモびっくりした、自分の顔がキモい、やだ、すごいキモかった、びっくりした、髪の毛隠さないと。今日はこいつなんだっけ、と七味のコラボレーションです。暇で練習してたダンスを見せます。
ちょっと待って、携帯が見れないから、ちょっと待って、画面がちょっとちっちゃいから、見れないんだ。こっちね、ごめんごめん。これ見て踊ってんのよ、携帯見てね。整えるところ恥ずかしい。ああ恥ずかしい。やっぱダンスも強化してるから。よいしょ。こんなアイテム元気出た？あ、ありがとうございます。ありがとうね。こういうね、なんかいい大人が、なんか泳ぎ会のことみたいな気持ち悪いことして、リスナーが、あー、こうちゃんかわいい、みたいなしょうもないことは、極力したくない。今思うとさ、ふわっち配信者とか配信者ってただのバカじゃない。なんか一生懸命踊っちゃったりとかしてさ、で結構30近いとかさ、中にはね、俺みたいな35歳とか、何が面白いのかなと思うよ。うん、どう？でも結局なんか喜んじゃうじゃん。うん、しょうもないよな。なんか一丁前になんか歌手でもないなんか歌っちゃったりとかさ、ドヤ顔してさ、うん、そういう放送内容嫌で、最近ちょっと行き着いてきた。ただこうしてればいいかな。しょうもないことせんとね、ただこうしてればいいんじゃないって思ってきたんだけど、これでかそろうが何しようがこうしてようかなってね、コメントに向き合い自然にこうしてるのが一番いいなと思う。はしゃがず、騒がず、慌てず。10個あります。ありがとうね、フォローしてるわ。なんか朝からずっとやって寝てないんですよ。朝も結構やってたと思う、ラジオでね。うん、ずっと寝れなくて、ちょっとパルパル見たりとか適当に見てね、
でまあ寝れないし、今寝たら夜中になるなと思って、ちょっと安心しとかないとなと思って今やってます。寝てないアピールしてる。だって寝てないんだもん。でちょっと寂しいっていうのもあるよ。もう強がるのやめる。正直帰ってきてほしかった。だけどもうマンスリー借りたと意思が固いんで、まあしょうがないよね、うん、もうラジオにしていいっすか、そろそろ。あとしてないのは、まあお腹すいたから中華飯を作りたいんだよね。マンスリーペット OK な本人に聞いて、多分やると思うし、どうせ、うん、多分酒飲んでやると思うんでね、本人に聞いてください、うん、まあいいんじゃないの、普通に借りたから。さすがにやばいでしょ。ダメなとこで勝手に借りてたら YouTuber でも炎上したし、俺は公園に許可取ってるし、無断で買ったらやばいでしょ。そこまでバカじゃないでしょ、さすがに。ナチュいらっしゃい。腹減った。もうウーバーも頼めないしな。カニちゃんいないよ、うん、ほぼ初見なめてる。何ほぼ初見って、圧倒的に舐めてるよね。なんやこれ、喧嘩売ってる、ボクチンに。舐めてんのか。ロックオンしかあげん、ごめん。せっかく来てくれたね、ほぼ初見さんにこんなこと言ったらね、そこでやっと出会いが広がって、気がついたら半年、1年ずっとゼロワン、気がついたら応援してたみたいになる可能性もあるのに、その目をつむようなことしたことを反省する。ごめんね。ニコマルも懐いてな、モンジョビリスな、お前もいるよな。なあ、ちょっとモンジョリリスナー引っ張って。ツイキャスから流れてきてんね、うん、キャスから。面白くもなんも、クワッチっていうサイトは朝も話したんだけど、もう新八丁さんが A 版になったでしょ。もういかに番にならないかっていう放送スタイルになると思う。あまり期待しない方がいいよ、フワッチ配信者に。炎上も何もかもめちゃくちゃ厳しいから。で俺もほんとなるから、なって後悔しても後立たず、ダメだよこっちは。普通に雑談しないと何もできないんだよ。何もできないのにそれを配信者に求めちゃダメよね。リスナーも悪いぞそれはね。もう状況って変わってんだよ、うん。やめたらって、俺と同じ立場だったらやめる、やめるわけなくない。俺が例えばね、イベント10位とかだったら、あの仕事した方がいいなって、トムイキみたいになるよ。トムイキも結局アイテム飛ばなくなって働き始めたわけじゃん。でもリスナーさんが辞めさせてくれないじゃん俺を。なんだかんだ応援してくれるから。